しまいにはおしまいだ。いや、しまいにはおしまいだっていいな。俺のもんにしていこう。この単語、俺のもんだ。うんちぶりぶり。あらら。おならしていいですか？ブーディドゥーデーベルズー。ブー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 ディディディドゥーデーベルズー。ブーディドゥーデーベルズー。食べ食べポテルズー。ポッポッティドゥーデーベーベルズー。ポッポッテデト食べるぞ食べるぞ食べるるぞ。うんちブリ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 ダップン。うんちブリ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 ダップンダップン。ブリ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 うんち。うんちブリ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 うんちブリブリブリうんちブリ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 ダップン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 うんちブリ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 ダップン。うんちブリ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 ダップン。ブリブリ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 ダップン。ダップン。ブリ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 。うんち。おじぶり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 。おじぶり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 。ブリ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 。ユーファラー、サプロー、ファイカポー、ワッタポー、レッドド、レッドド、ドボラド、ドドブロド、ドド、ワッタツ、ラッツ、トピーノ、ナ、ザラロザ、ドドドドド、レッドドド、ワサナツ、ワラツ、ディーノ、ワ、ドルウィーノ、ノノノノ、デスーパーサー。デル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 デうんちブリ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 ルプラーセッカボーラッタボーウェッアナナ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 。俺のこと前めちゃくちゃボコボコに言ってきたやつをフォローしてやろうかな。ネットだからってしたらダメだよ。こいつムカつくよなマジで。質問一件来てたんだけど、クラスの YouTuber は何人ですか？あとどう思ってる？一言。二人ですね。俺が知ってる中でどちらも俺が嫌いなやつ。活動はこちらの方が上を行ってる。登録者何人？いや質の問題でしょ。適当に編集してゲーム事件で何か出し。いやそれはわかる。いやそれはね同意見だ。ゆら会長と決してないんだけどね。動画投稿系パンツ動画出してるかな？出してないんかい。説明は上とね。早く出してくれよ。ゆら会長ね。でも意外にこの人動画やってるからいい。すごいと思うの。続けてるから。続けてるやつがすげえんだよ。わかっか。YouTuber の友達たくさんいて書けないわ。ちょっとすごい気持ち悪いけどな。そこを全部端から言えば面白いのにね。メモ帳とかでやればね。夫からおじさんの匂いがする。おじさんと浮気してるのかな。
発狂寸前 .com ドットコム寸前でいいな。俺はもう発狂取り越してんだよ。全然面白くない。やばいな。死んだ方がマシだなんて1ミリも思ってませんが。あれれ、あ、消えちゃったな、あの人。俺をブロックしたかな。あれ、あー、いなくなっちゃったな。レイターズなんとか、カメムシなんとか。え、2回、5回、2回って意味がわかんない。トントン、1、2、3、4、5、1、2、1、2、1、2、3、4、5、1、2。っていうこと？2回、5回、2回って意味わかんないな。全部で足したら9回なのにね。だから、1、2、1、2、3、4、5、1、2ってやればいいわけでしょ？面白すぎるな。1、2、3、1、2、3、1、2、4、5、6、7、1、2、3。勝手な期待が迷惑を生む。その迷惑が影に変わる。てか、あまりにもバカ抜けるぐらいの期待する人がバカなんだわさ。こんなんじゃなかったら、いや、何も知らない、固定させるなって。まあ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 ね。勝手に期待して勝手にね、まあ、失望されるほど嫌なことないですからね。期待されるのは嬉しいけど。勝手に失望してんじゃねえよっていうね。グリサリンクイーン。人が考えて作ったものは死んで100年経っても変わらないが、作る人が180度考え方が違うと1000年経つくらいでその人のものじゃないと思われてる。俺はそれが怖い。最近はネットでデマを付け足してるスリーで、それも怖い。まだ20年しか経ってないが、これからどんな風になるか楽しみだ。なんだこれ。人が考えて作ったものは死んで100年経っても変わらないが、作る人が180度考え方が違うとちょっとよくわかんないな。理解力が足りない。考えて作ったもの、まあ、作ったものは経っても変わらない。なんだろうな。みんなはなんていうブランドが好きなの？ワイワシプリプなら俺はじま京志郎。人のツイート見てね。いや、面白いな。ワイはどの学年のやつより絶対 YouTube や音楽の友達が一番多いし、よくわかんねえな。ちょっとよくわかんねえな。え、なにこれ、白麺陸、活動禁止、ありがとう、陸会長。ゆら会長だった。こいつのおかげで、シラメンリク君が辞めてる。ちょっとなんか、去年の春までに比べ、シラメンの動画頻度が、激落ちくんなわけでございまして、なんとかできないものかと考えたんですが、どうしても最近、なぜか編集に20時間から30時間かかって、いろいろと理由があるのは自分でありますが、自分の中ではもうメシタリーでございます。これはもしかしたらいろんなことを模索してやる修行期間に入ってるんじゃないかなと考えていて、自分でも自分のことがわからないので、そぼろげながら感づいている方も、少なからずいらっしゃらないと思うのですが、これはおそらく仙人様への第一歩なのではないでしょうか。おそらくですが、宿屋さんにて体を休めることにより心地いいサウンドとともに薄白ぼんやりと白いひげが、生えてくることを僕も何となく感じて、余計考えても昔から自分はそういうところが守る気がない。そんなのが単純になるんで、みんな言われてもらう動画を作りたいんだけど、そんな時間も気にせずもみんなに、楽しめるような
動画作るように改めて再修行したいなという考えに至りました。しばらくの間新しい環境の再生、撮影できる環境となったり、実験で負傷しまくっているカメラたちや機材や父の修理だったり編集の模索だったり、地面を向いて、寝転がり腕の力だけで起きたり縮んだり、シラスの中から珍しい生き物を見つけたり、地味にイーダーを見てるんです。影の見ただけだったからどうしよう、そんなのやんか思います。でも大丈夫なのセカンドジャンルのために顔を出してきてるので、どのくらい精神使ってるの、どのくらいすごいのと小さいなってくるね。自分でも、おトイレやお電車などで、おでんあ、ちょっと俺も頭おかしくない、頭おかしい最高。それではまた記事が、ありがとうございます。あ、そんなことがあったのか全然気づいてなかった。おーちょっと、おーおーおーだーろろ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 、グリサリングイン。 DM で告白するなまでアカウント変えて、しつこいの嫌い、喋ったことないから無理、顔見たことない、だから無理なもんは無理中てんねん。すごいモテてるアピールすんな、腹立つな。俺そんな、俺 DM でなんかね、あの俺にだなんかチンコ見せてくださいって言われたんですよ。嫌だったんでね、どうせ晒されるだろうなって思って、なんでね、俺のチンコ見たやつバカだろって思ってさ、やってないんですけどね。ユラ会長のアイコンがなんかさ、まあまあ悪いかもしれないけど、あれだよね、7つの大罪のメリオダスみたいな感じでね。あゆって人にね、あの、こんばんは、YouTube 見ました、ありがとうございますと、おしっこ動画って、あれ本当におしっこしてるんですか、本当にしてますよ。下の方は映せないんですか、バンにはなりたくないんで、わしの方が送ってダメですか。今送ったらなんていう回答が返ってくるんだろうね。うんちぃブリ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 ダップン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 ダップドゥ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 タカラッティタカラッティレゾンドセンヤンタタドゥンドゥディーコドゥタベールコドゥタベールそれがバッ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 でもそんなんじゃダメとは限らない。チンアナグーウ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 ーゲラーレーゲラーレーレゾンドゼーレゾンドゼーゴドドデーデーデーおでろっとタタドンタタドンタタドン。はいどうもはじまままシロと言いますよ、はじまきょきょ、うししししララ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 ラ ラ, 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 ララ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 ラたたたたたごりゆく。はいどうも皆さん、おはこんばんにちは、はじま京志郎と言います、言います。ポンピンパペグリンちゃんニャラリンカおまちないの言葉、おまじないの言葉はまままままま、フォッサ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 、うんちブリ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 ンチどっち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 ダップン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 ダ歯磨きしなきゃな。歯磨き、あ、そうだ。歯磨き動画今日作ろう。あ、そろそろだな。お父さん帰ってきたらボツになるからな。いや、いいや。今日歯磨きするんだ。やめよう。そうだ、もう5時だ。お父さん帰ってきちゃうよ。もうどうしたらいいんだよ、ぺけ。
あ、そうだ、成瀬さんだな。なんか成瀬さんにフォロー切られた。まあいいかなと思って。いやーもう辛いわー。最近なんか対応もひどくなってるって思ってね。まあ成瀬さんとはもう距離取ろうかなって思ってます。フォロー外れてもどうでもいいわ。クソって思うなー。まあ裏切られたと思ってんだろうな。度重なるさ、おい、成瀬さんのね、なんか、イベントがあったんですよ。2回とも行ってないんですよ、僕。うん。それ行きたくないか。だ俺、なんで成瀬さんが好きかっていうと、YouTube の中で俺以外で一番面白い成瀬さんなんで、成瀬さんが好きなんですよ。あとなんか、近くはないけど近いじゃん。そんな100万人に比べたらさっていうので、まあアタックしてみたけど、でも最近なんかちょっと違うじゃん、成瀬さんさ。だからもういいやって思ってね。うん。でもそのね、ぶっちゃけ俺より面白い YouTuber いないんですよ。傲慢だけど、俺は傲慢だからさ、っていうか、まあ、自信があるんで、俺の面白さには。でも残念なところにね、言い訳にはなるけど安定しないんだよな、面白さが。人とさ、対人になったらさ、いつもの真面目なはじまくんになっちゃうからさ、ダメなんだよね。ああ、どうしたらいいんだ。成瀬さんな、最近 TikTok 行って、でも TikTok のなんかコメディ部門結構いいところまで行ってるから、成瀬さんならいいところまで行けるだろ。うん。で、成瀬さんに敵対するような動画も作る気ないしね。たまに成瀬さんの動画見てるけどね、もうどうでもいいもん。俺のこと相手してくれなくなったから。相手してくれないんだけど、俺がなんか焦ってる感じだよね。だって全然なんか運転の差なわけよ。100万人、1万人、168人なんでね。で、結構ね、みんなが、成瀬さんからの視聴者も多いんでね。ギルティ少年団からね。いつもコメントしてくれてない人が僕のとこ見てくれたりとか、結構ありがたいよね。でも何なんだろうな。俺に需要があればな、成瀬さんいつも可愛い女の子と。でもどうすか、可愛い女の子好きだからな、成瀬さん。俺なんか構ってくれないとか言ってたら、 TikToker の一世君にはめちゃくちゃ絡んでるってね。くそー、もう悔しいなって思うんですけども、どうでもいいんだよね、成瀬さんなんてね。俺の活動の方が大事だってことは気づいたし、でまず俺、成瀬さんに振り回されたくないもん。俺はでも振り回す側にもなりたくないわけよ。人を振り回すのなんて嫌だからさ。まあなんか自分が好きなことやってるだけで、人が振り回っちゃったら、あ、ごめんっていうか、今度からなるべく気をつけて、振り回さないように配慮して生きるよってなるけど、でも成瀬さんに振り回されてるしさとは思ってないんだよね。成瀬さんに会いたいんだけどさ、会って直接話したいんだよ、熱量があるから俺には。でも成瀬さんもどうせ多分その日一日限りで、ああ口くせえし、なんで口くせえのよこいつ、よく喋んだよみたいな感じに思われるだろうしな。それなんだよな。くそ、成瀬さんと直接会って喋りていいけど、成瀬さんどうせ可愛い、なんか可愛い子紹介すればいいんだよな。なんか可愛い子、可愛い子連れてくればいいんだよ、首輪つけて。それはなんか人権的な問題にもなるし、俺みたいなゲノゲノにね、人間がね、そんなことはできないし、どっちかっつうとね、その首輪もつけられない側だな、俺は。首輪もつけてもらえねえわ。首輪をつけてそういうのもできてもらえないくらいゲノゲノ人間なんで、僕はね。人間の底辺にいるんで、でも底辺のピラミッドがあったとするなら、ここもう一個作っちゃう。もうまだ作っちゃうよ。で、ここら辺ですね。はい、もう、すごい下ですから、僕はね。もう、成瀬さんに構ってもらえるくらい人気が欲しいわ。マジで。でも人気あったってどうせ成瀬さん構ってもらえねえもんな、あの人は。しっかりしてるから。でも俺手のひら返してきたらなんか言ってやりたいよね。俺がそこそこ人気になってさ、成瀬さんが絡もうぜって言ってきたら。そしたらなんか、スカットジャパンみたいなことしたいよね。でもそれで絡めるんだったら俺は絡めるに越したことないけどね。ぶっちゃけ。そんななんかさ、キチガイ番組のスカットジャパンみたいなことしたくないもん。やっぱり。だからね、今の俺の目標は YouTube 活動を続けることなんですよ。僕はやっぱり自分のこのスタイルには自信を持っていて、すごい面白いとは思ってるんですよ。面白いと思ってるし、この、
事実のなさそうな事実のある根拠なんで、ていうかまあ根拠のなさそうな根拠のある根拠なんですよ。自分が面白いと思ってるから。だからみんながこれをまあなんかいいなって思ってくれるまでにはすごい時間かかると思う。多分その頃には火星もなんかね、太陽の熱膨張でなくなってるって自分も前ねツイッターで言ったことあるんですけど、まあそれくらいねちょっと変な動画をやってるっていうか、そのアーティスティックなものの真反対を言ってるんですよ僕は。解説的な面白さっていうか、それって存在しない、空虚な、空虚っていうか虚無っていうかさ、物をパシって言えて言うから面白いのに、じわじわ来る笑いっていうのは一つの言い訳っていうか、まあ俺がやってるのはじわじわ来る笑いっていうのは言い訳ですよ。それはしっかりとしたじわじわのね、毒のような笑いが出せる人っていうんですけど、今の現状だと俺は、あの言い訳っていうのはね、でもそんなこと思っていないんだけど、別に俺めちゃくちゃ面白いしさ。それはみんなのね、その感覚に合わせて俺がそのね、言い訳って言ってるだけであって、俺は自分のこと大好きですし、その自分のね、面白いとかスタイル的にはね、うん。脇見えた、あ、見えてない。脇見えたっていうね、ゴミみたいなね。自分が面白いの待ってますしの次の発言が脇見えた、脇見えたっていう、アキネーターのリズムに乗って言うボケをしてね。俺やっぱ自分が面白いって、そういうアピールをした直後の、ボケって最上級につまらないよねって思うけど、脇見えたさすがに俺でも面白いと思うね。はい、20分18秒が過ぎました。2018ってね、うわしょうもないな、しょうもない気づきしてんな。まあね、僕は YouTube の稼ぎになりますよ。あ、もうね、自分は喋るのが大好きでね、まあ、なんで喋れないかって言い訳じゃないんですよ、これぶっちゃけ。親がいるからなんですね。ちょっとね、あの、親が俺の動画見る分には、いや、見てほしくない、俺は親に。その、なんか違うんです。単純に恥ずかしいんですよ。そんな人に見せれないようなものじゃない。おめえに見てほしくないんだけなんだよっていうね。口は悪いけど、親に見てほしくないだけ。うん。で、親は見ないでほしいよ、マジで。うん。親に見てほしくないだけなんですよ、俺は。あと、誰でもそうですけど、俺の前で俺の動画を見ないでほしい。我の前で我の動画を見ないでほしいわ。もう本当に。やっぱね、俺の前で俺の動画を見れられるの困るんで恥ずかしいから。それやるんだったら俺はどんなことがあろうとモニターをぶっ壊します。スマホもぶん投げます。でもさすがにスマホはぶん投げないかな。カメラかじるわ。あーって言って。うん、それはする。もしくはなんか可愛いケースをよだれでべちょべちょにする。あと、モフモフケースもターンをつける。で、そいつのスニーカー思いっきり泥を塗りたくる。うん、やっぱね、自分の前で自分の動画見せられるのはね、苦痛なんですよ。自分の動画はね、お前の前だけで見てろと。お前だけで楽しめと。吟味しろ。口の中でもぐもぐしろ。もぐもぐタイムって気持ち悪いよ。流行ってる言葉俺大嫌いだからな。まあ、口の中で吟味して楽しめ。ね、食堂も通る最中も楽しめ。胃の中でも楽しめ。そういうことです。もうね、親が帰ってきたら嫌なんで、それだけだ。うん。まだね、多分明日、親が行ってから、朝からね、僕も喋ると思いますが、やっぱね、おしゃべりするの楽しいよね。こういう新しいスタイル。誰もいない空間に音が漏れているっていう、それね、ここだよっていうね。あ、このスタイル意外にいいな。寝ながら喋るっていいもんですね。はい、ありがとうございました。ね、22分22秒になって終わってやろうかなと思ったんですけどね。やめてきますって言ってちょうど悪いところで近辺で終わるって一番気持ちで折り返します。ありがとうございました。僕も今日もにっこりした顔で寝れますけどね、父親のね発言次第でもムラムラしね、イライラしますね。はい、ということでそのね、まあまあまあみたいなね、しまいにゃおしまいだ。バチバチに C を押しやがった。うん、しまいにゃおしまいだ。しまいにはおしまいだ。